ウェーブ第一ショーマストゴーオン。皆さんこんにちは。アニメウェーブ平岡雅樹の声優を担当しております前野智明です。この番組はですね、いよいよ劇場上映を間近に控えたアニメウェーブサーフィンやっぺ、こちらの魅力をですね、様々な角度からご紹介していく特別番組の第1回目になりますね。はい、今回は私、平岡雅樹の声優を担当しています前野智明が MC を担当させていただく運びとなっております。よろしくお願いいたします。よっ、いいぞ、よいしょ、よいしょ、よっ、主人公だぞ。あ、はい、ということで、ね、今回はですね、この二人にもお付き合いいただきます。はい、皆さんこんにちは。秋月翔役やっております小笠原仁です。本日はよろしくお願いします。本日よ、よろしく、いいぞ、YouTube、よろしく、仁です、よろしくお願いします。小笠原、小笠原、そして私が田中なる役の中島屋敷でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この3人でお話しするのはいつぶりですかね。いつぶりですか ね、 ね、集まってだとラジオの結構前のラジオ以来じゃないですか。でもなんかこの劇場公開に際していろいろちょっと前野さん遠いな。だいぶ、いや遠くで何言ってんだよ。全然こんそんな近くにいるじゃないか。画面だとね、全然近いよね。遠いな、何言ってんだよ、遠くねえよ。いつもより声張り目ですもんね、全員。いや、そんなことねえよ。な、近くにいるから俺と。ソーシャルディスタンスをね、取ってね、心はいつだってそうそうそう隣り合ってるね。まあそんな感じでやってますけれども、失笑でしたけどね。まあでもまあこういうね、まああのいろんなものに気をつけなきゃいけないご時世じゃないですか。なのでね、あの皆さん安心してください。安心してください。こういう感じで撮影してます。わーい、ねね、前野さん、よしき多分よしき、あのカメラからだとほんと遠いんですよ、ここ。これはね、声張らないと届かない。元気に行きたいと思いますよ。得してるな、本当だよ。なんかちょうどいい感じで。そうだよ、真ん中にずるいだろ。どっちも聞こえるじゃねえか、これ。ステレオじゃないんだよ、これ。なかなかボケとか拾ってもらえないやつかもわからないから、これね、はずのやつはね。まあでもちゃんとあのソーシャルディスタンスを保った上でね、撮影させていただいておりますので、皆さん安心して楽しんでいただければなと思っております。いよいよあの劇場上映がね、間近ということでね、今回はね、もうウェーブの魅力をね、たっぷりとね、我々3人でね、お伝えしていけたらと思っております。よろしくお願いいたします。さて、早速なんですけれども、ご存じない方のためにですね、ウェーブというプロジェクトについて改めてご紹介していきたいと思います。ウェーブとはですね、サーフィンに全てをかける若者たちの青春を描く名実が手掛けるメディアミックスプロジェクトでございます。よ、名実、会社名じゃねえか。主人公平岡雅樹が転校生の秋月翔と出会い、サーフィンにのめり込んでいく、イケメン男子たちの群像ドラマであり、キャラクター原案は女性から圧倒的な支持を集めるさらちよみさん、ね、2018年より CD ドラマ、キャラクターソングをはじめ、ラジオ、イベント、アプリとあらゆるメディアへ展開。そして2020年10月には待望のアニメの劇場上映を控えております。はい、ね、そういう素晴らしい壮大なプロジェクトなわけなんですけれども、うん、まあ、あの我々3人が参加しているこの作品の新情報やですね、今回ちょっとしたバラエティ企画なんかも織り交ぜてこの番組お届けできたらなと思っております。はい、初出しの情報とかもありますからね。初出しもありますよ。ちなみにこの番組、なんと全3回でお届けいたします。こんなやかましい番組があと全3回あるということでね、楽しい、ね、皆さんあの楽しい気持ちにあと3回分なっていただけるということで、まあ、アニメが3部作っていうことなん で、 そ、 で、ね、それに合わせてこの特別番組も3回配信させていただくということでね、うん、最後までお付き合いいただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。では早速始めてまいりましょう。ウェーブ第一ショーマストゴーオン、スタートです。20秒くらいでわかるサーフィン用語。サーフィン競技とは、波乗りという自由な行動にエリアと時間という制限を設け、対戦相手と競い合うこと。波を乗りこなすダイビングテクニックなどをジャッジが採点し、勝敗が決まります。まさに自分との戦い。ウェーブ第一ショーマストゴーオン。ではここからはアニメについてお話ししていきたいと思います。はい、まずはですね、いろいろとお話しする前に黙ってこちらを見てください。黙って、どうぞ。あの日、あの朝、海を飛ぶあいつを見たときに、俺の運命は決まった。あいつが波に乗る姿はいつまでも俺の心から消えなかった。まるで寄せては返す波のように。俺たちと一緒にサーフィンやっべ。
白いことやってんな。それでいいんだ、マサキ。同じ気持ちですからね。俺も混ぜろよ。嫌いじゃないよ。期待しておくか。いい波を。いい波を。ウェーブ三部作上映スタート。はい、ということでね、作品の PV の方をご覧いただきました。 PV いかがでしたか皆さん。一人一セリフ言ってましたけど、最後なんかすごい別の作品から来たみたいな悪者みたいな、なんか悪い声聞くんですよ、ね、悪い声あれ誰なんでしょうね。悪い人の声がしました。悪い人の声しました、ね、まあそういう悪いやつが誰だったのかっていうのはね、あの全3回にわたってたっぷりご紹介していきますんでね、皆さん最後までお見逃しなく。ではですね、ここでストーリーも簡単にご紹介していきたいと思います、はい、今回、先ほども言いました通り3部作での公開となるんですが、今日はですね第1章のお話をご紹介したいと思います。大洗に住む少年日向岡正樹、ある日正樹は海でサーフィンをする少年と出会う、うん、その姿に思わず見とれてしまう正樹。すると正樹のクラスにその少年が転校してくる。少年の名前は秋月翔、翔に影響され正樹は一緒にサーフィンを始める。幼馴染の田中成と3人で特訓に励む正樹。最初波に簡単には乗れないものの、徐々にサーフィンが上達し始める。ある日サーフィンの大会フォレストカップ大洗の開催を知り、まさきはショーとなるとともに出場を決意する。全国から集まる生粋のライバルサーファーたち、果たしてまさきたちを待ち受ける運命とは、というね、非常に濃厚なストーリーとなっておりますね。冒頭でもお伝えしましたけれども、そのまさきの声優を私が担当しておりまして、はい、そして、秋月翔をですね、小笠原くんが担当しているということで、はい、田中成をね、よしきくんが担当されているということなんですけれどもね、うん、改めてそれぞれ最初に作品にどのような印象というか感想を持ちましたか。いやでもなんかすごい爽やかな、張ってこう声ソーシャルディスタンス保ってるから、ね、まあまあ張ってたよどちらかといえばもうちょっとこれくらいで喋ろうかじゃあそうだね、ちょっと出し目でいきましょう。爽やかな作品だなって思いましたよ。爽やかな作品、爽やかな作品、それはやっぱりサーフィンというスポーツがですか。もう、まあ、でもなんかサーフィンっていうスポーツに対するなんかイメージみたいなものって、うん、自分の中だとなんかすごい別の世界だなって思ってたんですけど、確かにね、やっぱりそのキャラクターたちがこう波に乗ってる姿見たりだったりとか、うんうん、そのサーフィンに対してどうやって向き合ってるかとか、うんうん、っていうのを作品の中で通して一緒にこう体験していくうちにどんどん見方も変わっていきましたし、なるほど、なんか本当になんか夏とか青春だったりとか、そうだよね、いろんなものを感じられる作品だなって今思います、うんうん。ああ、よしきはどう？一番最初にオーディションの時に企画書をもらったと同時にマネージャーに、あのよしきサーフィンはできるって聞かれたのをめちゃめちゃ覚えてますねサーフィンできるありきじゃないじゃん別にサーフィンの経験の有無はね、確かに聞かれたけどね。逆にできると思いますと思う。いやいや、いや、やってそうだよ、やってそうだよ。やってないですね。その聞き方はワンチャンスできるかもって思われてる。俺らの3人の中だったら一番ワンチャンやってそうな雰囲気がある弊社だと一番やってそうな雰囲気醸し出してた可能性はありますけど、ね、そうなんですよね。こういう機会でもない限り、まあ、触れることも多分なかったんじゃないかなと思う、うん、確かにスポーツなんで関わらせても本当に幸せだなと思います ね、 そうですよね、まあ、サーフィンをテーマにしてるっていうのがなかなかない、うん、じゃないですか。なかなかないね、業界的にも、はい、ぶっちゃけ僕あのサーフィン僕も経験なかったんですけど、はい、どっちかって言ったらすごいあの陽キャな人たちがあのすごいイエーイみたいな感じで楽しむスポーツなのかなって、ね、正直ちょっとなんかどっかしらで自分の中ではイメージがあったんですけど、実はあのやらせていただいたらそんなことはなくて、非常にあの奥が深いというかね、本当に自分自身と向き合うスポーツだなっていうところ で、ね、非常に奥が深いスポーツだなとね、この作品通して感じましたけれども、はい、アフレコ現場の雰囲気どんな感じでしたか。どんな感じだったんだろう。なんか結構やっぱそのウェーブっていうコンテンツが動き出してからは、うんうん、割と時間経ってからのみんなで集まってのアフレコだったんで、そうでしたね。なんかその最初にこうドギマギするとかっていう感じでは小笠原くん以外はなかったのかな。うんうん、あのジンジンが非常にあの挙動不審でしたね。まあ僕はちょっと、ね、初めてっていうところで、まあ、セリフいっぱいあるのになんでそんな出づらいところ座ってるのみたいな。すげえ喋ってんのに、ね、ドアボーイやろうとしてましたから、ね。ドアボーイやろう。ドアボーイなんかやりますからって叱られました、ね。いやいや、あんたメインなんだからこっち座りなさい。座れって。みんなに言われて。
ましたけれども、まあでもね、震えてましたね、本当に非常に和気あいあいと収録の方でも本当に楽しかったです、いただきましたんでね、皆さんサブキャラクターも個性的ですからね、あそうサブキャラもね非常に個性的なんでね、ぜひ皆さんあの劇場でね見ていただきたい、磯吉、そうなんです、磯吉、ね、そんな作品なんですけれども、まあ、我々演じるキャラクターについてもここでご紹介したいところなんですが、はい、絶賛紹介用のフリップを作成中ということでして、今作成中、作成中ということで、整ってから撮ろうぜ、まあ、ただ待ってるだけっちゅうのもね時間がもったいないわけで、小笠原さんと中島さんのお二人はですね、はい、フリップが出来上がるまでに手元のスケッチブックに自分のキャラクターを書いていただきたい、スケッチブックなんてどこかあるねえ、いやお二人とも非常になんかそういうあの美術センスが長けてると伺ったものでここはそのプレッシャーを、制限時間はなんと30秒です。30秒、はい、よろしいですか、作文都合で30秒、フリップ30秒でできるの、はい、ではよろしくお願いいたします、スタート。いやでもね、僕はね、ハワイでサーフィンやらせてもらったんですけど、いやハワイ本当にずるい、マジ最高でしたね。なんでその話するときいきなり、いや俺ね、いや初陽気な感じになるんですか、初ハワイっていうね、この素晴らしい体験をさせていただきましてね、大洗の波だったり湘南の波だったりっていうのも素晴らしいものだとは思うんですけれどもいやあのね、あのなんつうか、あのハッピーオーラっていうんですか、あれはもう忘れられないですね、ということで終了、うわー微妙だな、はい、それでは時間です、はい、見せてください、はい、お見えねえ、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 あーわーかわいい、意外と結構かわいいね、そういう30秒でできるやつ、すげえ可愛くて、しかも結構クオリティ高い絵に仕上げてきましたね、よし、あこれは、面目保ったぞ、これこれはいいんじゃないですか、これはさすが美術担当、優勢、さすが慣れてますね、美術担当は、さあそれを踏まえての小笠原くん行ってみましょうか、はい、では小笠原くんオープンしてください、どうぞ、僕も頑張りました、あーです、ね、やべえこいつらできるな見して見して、こっちにも、うまい、うまいできる、乗ってる、できる若手やな、やってる感じ、こういう時って大抵どっちかが、大抵どっちかがね大抵どっちかの回答がポンコツになって、どっちかがおーってなるんですけど、そうなんです、割と両方とも正解に近いものを繰り出してくるっていうね、スタッフが予期しなかった展開、間に合わなかったとかならなかった、まさかの番組殺しの展開になってきましたここから本題に戻りまして、ええ、ちゃんとしたフリップを使ってキャラクター紹介していきます、お願いしますよ、それは、まずは僕のキャラクターから紹介します、いやそこにあるじゃないですか、でね、もう最初からあった、今できたんだ今たった今できたんです、差し込まれてしまった、こちらです、はい、日向岡まさき、はい、ね、サーフィン大好き、でも実は金槌、金槌なんですね、バランス感覚抜群の大洗出身サーファー、愛犬はコーギーの磯吉、これね、うん、非常に可愛らしいキャラクターで、ね、いろんな人にお前本当にこのキャラクターやるのかと確認もされたんですけれども私が担当させていただいております、共演者である僕らも同じこと思いました、貴重な、はい、前も珍しい、もう森久保さんにも散々確認されましたあの、まあ、あの役やるのかよ言われました、はい、この役僕がやってます、では続いて小笠原さん演じるキャラクターご紹介させていただきます、さあ、はい、さっきの小笠原くんの絵とね、ここでもし初出しの方は、ね、比べましょう、近い、あでも近いんじゃないですか、見せてみてください、似た感じになってるんじゃないですか、ね、似た感じになってるんじゃないですか、すごいよ、いい感じじゃないですか、デフォルメというか、ね、板乗ってるもんだって、秋月翔、葉山から大洗に転校してきた容姿端麗、成績優秀、王子様のようなサーファー、まさきにサーフィンをやるきっかけを与える、DV でもちらっと出てましたけどね、いや美しかったです、ショーのあのライディングにね一目惚れみたいな形でね、まさきがもう惚れてしまって、そこをきっかけにまさきがサーフィンを始めるというお話なんですよ、非常にあのまさきの人生に大きな影響を与える人物、そうです ね要注目なキャラクターです、最後は吉木くん演じる田中なるのご紹介ですね、こちらです、さあさっきの吉木くんの絵は似てるんでしょうか、どうなんでしょうか、いやでもね、似てる似てるよ、やっぱ ね後ろの髪をくくってるのがポイントですかね、はい、田中なる、田中なる、海とウクレレを愛する自由奔放な理系男子、ええ、日本人とハワイアンのハーフで、まさきとは幼馴染、なるはハワイ語で波、波、うん、アニメ版の音響監督をやってくださった、横田さんがですね、ね、はい、先日お会いした時に、はい、なるって波って意味だったんだってアフレコ終わって数ヶ月経って言ってました横田さんもね、サーフィンはあまりやられないとおっしゃってましたけれども、ね、我々も知りませんでしたから ね俺もあ、そうなんだ、そうなんだ
ね、まあ、僕はね、先ほど言いましたけど、ああいう可愛らしいキャラクターをやらせていただくのってかなり新鮮ですし、でもやっぱり出身がね、茨城県の大洗ということ で、 ですよ、ね、私もありがたいことに茨城県出身ということで、そういうところもね、共通点としてあるんですけれども、はい、小笠原くんはどういう経緯で賞になったんですか？翔くんは僕は、まあ、オーディション受けさせていただいて、テープからスタジオ行ってという形だった、うん、んですけれども、最初どういう印象だったの、キャラクターについては。中学生って思いました。まあでもイラスト年齢感が、まあでも最近いろんな中学生いるからな。そうですね、まあまあまあ、確かに、うん、昔からまあいろんな中学生いますけど、いるからな。今さら驚くべきことではないかもしれないですけれどもね。でもなんかやっぱりすごい性格も大人びてるし、うんうん、そのオーディションの時のセリフとかもすごい達観してる子だなって思いましたし、うん、本当に王子様のような容姿端麗でっていうところで、なんか本当に自分とは似ても似つかないところばっかりだったので、うん、そうです。あ、そういや、そんなことないよ、小笠原くんもね、今一瞬そうですね。いやいや、そんなことないよ、シュッとしてるしかっこいいし。いやでもなんかそういうかっこいいよ、いらないですなんだその話。まあでも全3部作を通して非常に重要なポイントになっているキャラクターであることは間違いないですね。そうですね、やっぱり翔くんがいるからこのウェーブっていう作品は動いていくっていう、ね、まあ、さっきの出会ったことによって、個人的にはね、本当に翔には注目してほしい、はい、間違いないです ね、 ね、もう要チェックなキャラクターだと思います、ね、一方田中なる、田中なる、ね、これもオーディションを受けさせていただきました、ね、僕は他のキャラクターもオーディションを受けさせていただいてたんですけど、そうなんだ、まあ、なるに決まりまして、はい、一番最初にこうキャラクターデザインを見た印象は、そのやっぱり褐色 で、うん、でハワイにもルーツがあって、はい、でサーフィンとウクレレを愛するっていうので、もう相当陽気な方なんだろうなと思ってたら、ね、セリフとかキャラクター設定を読んでいくと、美形で頭がいい、うん、でクールな部分もあるっていうので、なんかすごいつかみどころのない人だなとは思いましたね。まあ、まあ、そこがわからないよね、本当にね、そこが見えないというかね、なんかこうまさきとショーと話しててもちょっとなんか俯瞰して達観してる部分があったりとかするんで、その大人っぽさっていうのは表現する上でちょっと難しいなと思いながらオーディションを受けた覚えがあります。なるほど、でもね、非常にポテンシャルも高いキャラクターですし ね、 大笑い組のジョーカー的な立ち位置なんじゃないかなと、ね、なんかこうまさきとふざけてる時は年相に見えたりもするんですけど、うん、先生と話してる時はちょっと大人びて見えたりも、超大人だよね、でもね、するんで、先のビジョンがちゃんと見えてる中学生ですからね、うん、まあ、注目していただきたいキャラクターですね、うん、なるほど。僕はね、こういう話があるんで、いかがでしょうっていう話をかなり前から実は、させていただいてて、あ、全然茨城出身ですし、そうですね、僕でお役に立てることでしたらっていうお話だったんですけども、じゃあ前野さんにこちらのキャラクターをお願いしたいですと言っていただいて、キャラクターデザインを見たときに、はいはい、まあ、でも一応どういう声でいくかっていうのは、あらかじめディスカッションみたいな形でね、はいはいはい、オーディションに似たサンプル撮りみたいなのをやらせていただいたんで、あ、じゃあそのラインでいきましょうみたいなやり取りはあったんですけど、まあ皆さんもね、驚かれたと思いますけれどもね、一生懸命演じてますんでね、ぜひ皆さん見て判断してみてください、はい、我々演じるこの3人のキャラクターが作中でどういう活躍を見せていくのか、こちら皆さんぜひ楽しみにしていただければなと思っております。お願いします。はい、ではここで突然ですが、はい、第一章の物語の舞台である大洗にちなんでこんなクイズをやっていきたいと思います、ね、うん、題して俺たちと一緒に大洗クイズやっべー、やっべー、おお、大洗クイズ、はい、突然まさきの出身地であり、翔が転校してくる先、大洗についてちょっとだけお勉強しようというコーナーです、はあ、なるほど。皆さんご出身はあれですか？僕と小笠原くんはもう隣の中学校なんで、隣の中学校ですね。マジで練習試合で戦った中ですね。同じバスケットボール部だったん で、 ぜっで学年が1個しか違わないんで、言ってたね、それラジオでもね、絶対練習試合とかで合ってる、何回も戦ってますよね、間違いなく、覚えてないですけど。どちら
なんですか？ちなみに神奈川県の横浜市です ね, ですね。横浜か、横浜の街にもね、きっとでもお笑いの情報はもう轟いてると思うんで、ね、さすがに何でも知ってますよ、お笑いのことは。さすがにもやっぱりね、もうね、もう茨城を代表する地域ですからね、ここはぜひね、みんな正解していただきたい。頑張ります。星芋、穴埋め形式で、問題出しますんで、そこに入ると思うものをどんどん答え、どんどん答えます。どんどん、なるほど、回数制限とかないんですね。はい、ではまずこちらの問題いきますよ。はい、第1問、ででん、サーフィンでも有名なスポットでもある大洗サンビーチは、サーフィン、海水浴以外にも、潮干狩り。当てに行ったのに、ちゃんとちゃんと当てに行ったのに、恥ずかしい。はい、じゃあ小笠原君お立ちください。なんで立つけど、立つけど、そういう形式だった立たない、立たない、そういう形式だった。いや、そういうクイズ番組があったらかもしれない。罰ゲーム地味だな。じゃあもう一回いきますよ。はい、はい、大洗サンビーチはサーフィン、海水浴以外にも、とある写真が撮れることで有名な場所となっています。お、水着美女。あー、いや、違う、どっち、そうであってほしいなって。水着美女も撮れるかなとは思うんですけど、撮れるでしょうね。ちょっと今でもダメ、コンプラ的にやっぱそういう水着美女は言わせて、他人の水着の姿撮っちゃうよっていろいろ問題があるんでね。はい、サーフィン開始時以外にも、とある写真が撮れることで有名な場所となっています。え、何それは。はい、あ、どうぞ。鬼インスタ映えパフェスポット。あー、でもね、ちょっと近いけど、ちょっと近い。どんな写真でしょうか。いや、でもね、インスタ映えは間違いなくする写真です。インスタ映えは間違いなくする、はい、うん、インスタ映えってすごいロマンチックな感じの写真が撮れます。インスタ映えともロマンチックとも縁遠い。夜行中がすごいいる。夜、夜行中じゃない、夜行中じゃない。あの、もっとね、もっとなんかあの、海が、もうなんていうの、このもう、分かれ、お前ら。その気で分からない。あ、分かった。どうぞどうぞ。なんかすごいたくさんろうそくあーんって並べて、おめえ、大笑い舐めてんのか、ちげえよ。いいじゃん。よし、サンセット。あー、でもね、ちょっと違うんだけど、浜辺がね、どうにかなって写真が撮れるんです。跳ね返るんだ。跳ね返る。何が？最近の若手。最近の若手。跳ね返りじゃん。正解。跳ね返るじゃない。正解はそう。最近の若手が跳ね返る。最近の。はい。ということで、ちょっと答え出そうにないんでね。正解はですね、浜辺が鏡のようになって反射した写真。太陽の光の角度などの影響で海水が鏡のように反射し、いわゆる映える写真を撮ることができます。ね、リフレクションビーチと呼ばれてるみたい。かっこよ、リフレクションビーチ。ね、かっこよ。まあ、でもある意味最近の若手が跳ね返るでも僕は正解かなと思います。吉木君にでも1点差し上げたい。跳ね返りがあるということで。なんで。では続いて第2問いきますよ。はい、はい、第2問、こちら最終問題です。お、答えた方に10万ポイントです。10万ポイントだったんだ、さっきのは。10万ポイント取れなかった方には僕は最後まで終始冷たい態度で冷たい態度やだな。では第2問いきますよ。はい、そんな大洗サンビーチですが、2020年の夏は残念ながら世の中の情勢もあり、海水浴場がオープンできません。はい、それでサーフィンができないから、その代わりに潮干狩りをやりましたっていう話。わかりました。へえで終わりだもん。しかし、大洗サンビーチは海の良さを知ってもらおうと独自の取り組みをしていました。ほう、海でやることとしてかなり珍しいその取り組みは、地引き網。珍しくねえ。珍しくはない。珍しくはないな。珍しくはないか。海でやるには珍しいことって、これもしかしたらジンジンにはすごいあのラッキー問題かもわからない。海岸でティラミス作り。いや、待って、あの、今から冷たいのやめてくださいよ。まだ決まってないから。大洗サンビーチは海の良さを知ってもらおうと、海の良さを知ってもらう、海水浴場がオープンしなかったけれども、ある独自の取り組みをしていました。海でやるかなり珍しいその取り組みとは一体何でしょう。まあ、泳げない代わりに、まあ、あることを浜辺でできるようにした。できるようにした。よしき、ビアガーデン。あー、ビアガーデンもあったらいいけど、なかなか違うな。あー、違うんだ。海沿いで何かをできるスペース、オープンな何かを開催したんです。インドア、アウトドア、どっちですか。これはまあ、どっちかっつったらインドア、いや、どっちかなくてもインドアです。インドアだけど、それはアウトドアで楽しめるみたいな。はい、ゲーム。あー、でも違うけど、でもそういうようなことです。あ、
ボードゲーム。うわ待って違いますよ。もっともっと今全部正解にしとるわ。やばいやばい。はい、どうですか。今ボードゲームって言おうとした。じゃあ違います。え、なんだろう。インドアか。インドアだけど、もう最高のアウトドアみたいな感じ。お、なんかすげえいい読書スペース。正解。素晴らしい。ボケなきゃこんなもんよ。じゃあ初めから答える。ボドゲ、ボドゲボケてなかったら、海で本を読む砂浜図書館を開いた。それめちゃめちゃいいな、でもすごい、これあのラジオの方でこんな話ちょっとした記憶があるんでね、ジンジンに有利かなと思ったんですけど、今思いました。あったそんなお便りが、さすが中島くん、見事な正解でしたね。じゃあ中島くんにはエンディングまでお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、さん、あのということで、これで大笑いのこともちょっと分かって、作品を見る準備は万端かと思います。万端。以上、ここまでアニメについて熱くご紹介してきましたよ。楽しくね。前野さん。俺たちと一緒にサーフィンやっべ。面白いことやってんな。それでいいんだ、まさき。同じ気持ちですからね。俺も混ぜろよ。嫌いじゃないよ。期待しておくか。いい波の。ウェーブ3部作上映スタート。ではここでアニメウェーブからのお知らせです。劇場アニメが2020年10月2日金曜日より全3章連続公開です。新宿バルトナインほか全国映画館にて上映スタート。公開日は第1章が10月2日、第2章が10月16日、第3章が10月30日となっております。現在上映劇場ほかにてキャラクターデザイン岩佐智子さん書き下ろしの全章共通のムビチケカードが発売中。こちらは税込み1700円です。また3部作ですので3枚綴り紙タイプチケットも発売中。こちらは税込み5100円となっております。ぜひ、お手に取っていただければと思っております。こちらは今ね、小笠原くんが実物をお持ちいただいています。そちらですね、すごい。上がムービーチケで下が紙タイプのやつですね。3枚綴りやつで、ね、おしゃれな、いいな、すごい、これ欲しい、ね、第1章の来場特典、こちらは原作イラストを手掛けるさらちよみ先生書き下ろしのコースターがランダムでもらえます、うん、ということで、こちらは今よしき君が実物をお持ちいただいているというか、まさきとショートナールのね、いやかっこいい ね、 ね、こういうのをね手元にいただくたびに毎回思うんですけど、絵がうめえ。そりゃそうだよね。カメラ回る前も言ってた、すごい上手ですよ、ぜひ手に入れていただきたい、はい、ぜひ来場を楽しみに。はい、そしてですね、続きまして音楽情報です。劇場3部作のオープニング主題歌伝説のサークプリンスは10月14日に CD が発売予定です、うん、メインキャラ8名による波乗りボーイズが歌う主題歌やミニドラマも収録予定です、うん、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、ねえ、まあ、レコーディング俺一番最後だった気がしますけど。そうなんです ね、 いやでもすごかったです。その時に皆さんがあの撮ったやつ聞かせていただきましたけど、うわもうすごい、もう素敵っていう、もうワクワクしました。いやもう一番最初にその劇場版のオープニングですって資料いただいた時に、あの歌詞カードにでっかく伝説のサーフプリンスって書いてあって衝撃を受けましたけど。やめろよ、なんかご不満、なんか不満が。違う違う、やめろ。なんか今まで歌ってきたやつとテイストが違うなと思ったら、俺はすごい好きだぜ。キャッチーだなと思いましたけどね。パワーワードですよね、普通。かなりパワーワードですね。そしてですね、ここでなんとウェーブプロジェクトからの新情報です。お、なんとウェーブのアプリがリリースされます。よいしょ、待ってました。まあ、アニメはもちろんアプリでもウェーブを楽しめるようになると、うん、はい、今回ですねメインビジュアルの方を皆さんに公開したいと思います。初出しだ。メインビジュアルこちらです。見して。おーおーおーおお、なんかメインビジュアルはこちら、ね、あれですよ、一番最初のに出たイラストとロケーションが同じで別イラストってことですよね。そうですよね、似てるなと思いましたけど、後ろの背景も全然違いますよね。最初の方なんかバスみたいなのが、そうそうそう、乗り物に乗ってましたけどね。今回こういう固定的なところで、すごい、みんなの衣装もなんかちょっと大人っぽくなってますね。おしゃれになって変わってますね。おしゃれになってるな、こちらのアプリなんですけれども2020年、ん、
冬にリリースされます。そんな貯めるような2020年、もう9月、もう冬っていつだろ、冬って。いやそうですよ、冬っていつだろ、冬って。だってだって秋が終わったら冬でしょ。まあそうですね、もう俺的には冬だけどってなったら冬ですよ。いやそうだよな、この後すぐかもしんないってことですね。今日気温10度ぐらいしかねえから、もう冬だよったら冬だしな。こんなピーカン のメインビジュアル出しといて冬にリリースですからね。確かに言われて、俺もちょっと思ったんだよね。確かに言われてみる、夏っぽい作品なんだけど、冬にリリースね、これは。お楽しみに。次の夏に向けて、そうですね、気持ち上げられますからね、うん。これから先もね、続々とアプリの情報を公開していきますんでね、うん、アプリに関する最新情報はこの番組でもどんどんこれからもお知らせしていきます。ぜひ続報をお楽しみに。以上、ウェーブからのお知らせでした。20秒くらいでわかるサーフィン用語。サーフボードとは、サーフボードは大きくショートボードとロングボードに分けられます。ショートボードはいろいろな技ができる、ロングボードは小さな波でも楽しめるといった違いがあります。ちなみに前のがハワイで乗ったのはロングボードでした。ウェーブ第一ショーマストゴーオン、お送りしてきました。ウェーブ第一ショーマストゴーオン、まもなくお別れのお時間となってしまいました。はい、もちろんですね、全3回ですので次回の配信もすでに決定しております。うん、次回はですね、10月16日の第2章の公開前に第2回目の特別番組が配信されますので、そちらもぜひチェックの方よろしくお願いいたします。お願いします。いよいよ劇場公開になる第1章、楽しみにしてくださっている皆さんに一人ずつコメントしてお別れしていきたいと思います。うん、ではまずは中島くんからお願いします。はい、いよいよ第1章ということで、待っていただいた方たくさんいると思います。すごい爽やかな、映画になってますんで、ぜひ第3章までありますからね、楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて小笠原くん。はい、僕が初めてこうアニメのキャラクターに受かった作品ということで、本当に感慨深いですし、2018年から動き出してついにアニメが公開されるということで、で僕も待ちきれない気持ちでございます。皆様と一緒にこのウェーブって作品、一ファンとしても楽しみたいと思いますので、ぜひぜひ、10月2日の第1章よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ僭越ながら私からも、ね、コメントさせていただきたいと思います。本当にまもなくいよいよ公開ということで、僕自身も非常にワクワクしていますし、やっぱり、自分が生まれ育った茨城県を舞台に作ってくださっているっていうのは本当に特別な思いもありますし、大笑いの背景とかも本当に緻密にね、ロケハンしていただいて、本当に正確に描いてくださっていて、この世の中が落ち着いたらね、ぜひ皆さんね、大笑いの方とかにも遊びに行っていただければななんていうふうに思ってるんですけれども、とりあえずはまずは劇場でご覧いただいて、彼らがどういう出会いをして、どういうふうにサーフィンと向き合っていくのか、これはぜひね、皆さんの目で見て、確認していただきたいなと思っておりますので、ぜひぜひウェーブの方よろしくお願いいたします。改めまして、アニメウェーブ第1章は10月2日公開です。皆さん次は劇場でお会いいたしましょう。以上、ここまでのお相手は日向将希の声優前野智明と、秋月翔役小笠原仁と、田中奈良役中島由紀でした。バイバイ。第2回目もよろしく。